この動画は、ウプ主が、今話しても全く周りに知ってる人がいない。ついちょっと前までやってたのに知名度が足らなくて全然周りに知ってる人がいない。知ってる人はいるけど作風的に喋りづらい。そんなアニメをひたすら推していく動画です。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。はい、覚えていますか？さあ、今回もどんどんアニメを推し語っていこうねー。今回の作品は、愛せ嵐が吹き荒れる、現代神話、ゆりくま嵐。ゆりくま嵐は、2015年にテレビ放送された、全12話の冬アニメだよ。前回紹介した、炎の刻印の肉緩めとちょうど時期が被っていて、ウプ主はどっちもリアタイ視聴に熱狂していたよ。いろいろと話題になった作品なので、まだ覚えてる人もいるだろうね。この作品は、少女革命ウテナ、回るピングドラム、でおなじみ。シャフトに意識される男、渚薫こと、生原邦彦監督の作品だよ。この、ゆりくま嵐、と、回るピングドラム、どちらも取り上げる気でいて、どっちを最初にやろうか悩んだんだけど、一クールで見られるお手軽さ、と、話のわかりやすさ、この2点において、ゆりくま嵐、の方が育に初心者向けじゃないかなって、独断と偏見で思ったので、こっちを先に推し語っていくよ。忙しい現代人は、一クールアニメじゃないと追いかけられない。そんな理由から、アニメを追わない人たちもいるからね。映像表現が人を選ぶ？そんなの他の作品も大概だよ。それに、回るピングドラム、はホイホイまとめられる内容じゃないのは、わかってくれるよね？舞台は、現代日本と思わしきどこか、ある時、宇宙の彼方の小惑星クマリアが、爆発しちゃったの。粉々になったクマリアは、流星群になって、地球に降り注いだんだけど、そしたら、世界中のクマが一斉決起、みんなで人間を襲い始めちゃった。驚きー。って感じだよね。人間たちは、断絶の壁、を作って、私たちクマを、自分たちの世界から追い出そうとしたけど、でも、人間の作ったルールなんて、通用しないんだからね、ガウ。ごめん。公式のあらすじ説明が、秀逸なのでつい。真面目に出だしの流れをまとめると、舞台は、人と熊が壁によって隔たれた現代社会の日本、とある学校、嵐が丘学園、の花壇に咲く白百合を、女学生、椿クレハは見つめていた。そこにやってきたのは、同じく生徒である泉のすみか。彼女たちは、大事な友達同士であり、お互いを好き合う恋人同士でもあった。しかしそこにつんざく悲鳴が、壁を越えて、人の世界に熊が出没したのだ。鳴り響くサイレン。熊警報が発令され、学園では厳戒態勢が敷かれる。そんな中、嵐が丘学園に二人の転校生がやってきた。ゆりしろ銀子と、ゆりがさきるるという可憐な少女たち。しかし二人は、人間に化けて女の子を食らわんとするクマなのだ。クマ警報は解除され、誰も人に化けたクマには気づいていない。一方クレハとスミカは、昼のうちに荒らされた白百合の花壇から、自分たちへの透明な嵐の到来を確信する。大切なものから奪っていくと知らせ。心が摩耗するまで続く透明な嵐、そこにクラス委員長のユリゾノミツコが現れ、クレハとスミカに、共に透明な嵐、に立ち向かわないかと持ちかける。1話を初めて見た時点で、このアニメがだいぶぶっ飛んでることが、従前に伝わると思うけど、基本的に生原監督作品は大体どこかしら、ぶっ飛んでる演出が確実に入るから、これで慣れておくといいよ。特にこの、ゆりくま嵐、は、かなりアニメの表現がエロチックかつ、少女性が強いメルヘンチックが同居してるから、戸惑うけどね。しかしこの一見意味のわからない第1話、恐ろしいことに、前話見た後だと、セリフの意味、巻かれた伏線、音楽、映像の意図、びっくりするほどわかるようになるので、見続けてくれたまえ。例によってこの、ゆりくま嵐、という作品も、下手に話の内容を深く掘り下げられないアニメなんだけど、
それは内容遺憾の問題というよりも、見てない人に対しては、知らない状態の人に話してもどうにも理解しづらい部分が、すごく強いというのが一番の問題なんだよね。というのも、生原監督のアニメ全ての内容が、暗喩化されたキーワードによるテーマ表現、と呪術トリック、この2点によって表されているからだよ。前者は、このユリクマ嵐の中では月、や熊、約束のキス、透明な嵐、などが挙げられるね。前回の推し語りで語ってきたアニメが、キャラによって合理的に物語が運ばれているために話せない内容、とすれば、このユリクマ嵐を含む生原監督のアニメ作品は、合理的な暗喩表現による舞台上で、キャラが感情的に物語を展開する内容、よく幾二作品はわけがわからないよ、という感想は聞くし、実際問題、幾二作品は初見が本当にわけがわからないんだけど、何回か見直してみると、登場人物が何を考えているのか、というのは、意外と難しくなく、むしろ単純な動機でわかりやすいんだよね。理解が難しいのは、やっぱり世界観の表現そのものなんだ。ユリクマ嵐では、前述した月や透明な嵐といった単語が、基本的にはっきりした定義が作中で明文化されないまま進んでいく。と言っても、明文化しないだけでなぜそれをするのか、した結果何が起こるのか、というのはちゃんと話の中で例示されるから、それが何を表現しているのか、考える材料は本編の中にたくさんあるよ。このような暗喩だらけの物語、映像表現が、幾二作品が、上級者向け、とされる要因ではあるんだけど、同時にこれこそが、幾二作品の醍醐味、肝である部分なので、頭をフル回転させながら、ぜひとも果敢に、この奇妙で鮮やかな世界へ飛び込んできてほしい。同じく生原監督独特の世界観表現の一つとして、演劇的手法による映像、音楽演出、は欠かせない要素。もちろんこの、ユリクマ嵐、でも、ふんだんに堪能できるよ。どこからともなく登場人物に差してくるスポットライトの光、ショック、クマショック、ユリダーク、といった突然の SE、突如現れて展開するメタ空間、擬人化されたメタファー、暗喩、による会話シーン、クマの食事シーンでのオノマトペによる簡略化、などなど、このような手法による場面転換や進展に、印象的な美術が加わって、現実的でありながらも、非現実的な空間に誘われるよ。さて、しかしあまりにも話を語らなすぎるのも誇見に関わる。そこで、ここではストーリーには触れないけど、ストーリーの中に出てくるいくつかのキーワードを、ピックアップしておくよ。まずは、熊、小惑星クマリアが爆発し、そのかけらが大量に地球に降り注いだ日から、突如人間を積極的に襲うようになったようだよ。熊は人を食べる、そういう生き物とのことで、人以外の食べ物も普通に食べられるけど、人を食べることに固執しているよ。作中では、クマリア爆発の日から、人と共存ができなくなり、断絶の壁という、果てなく建設され続ける巨大な一枚壁によって、人の世界とクマの世界は、完全に隔てられているよ。クマの世界もなかなか広大だけど、人とそれほど変わらない生活をしていて、普通に建築された家を持っているし、なんなら王国もあるよ。何故、クマは人の味に飢え、壁を越えてまで人を食べようとするのか？ここが、ユリクマ嵐、という物語の、核心につながっているよ。次に、透明な嵐、1話から荒らされた花壇、を通じて、その影響を伝えてくるもの。嵐が丘学園、クレハたちのクラスでは、排除の儀、と呼ばれる。クラス全体で取り行われるホームルーム地味た活動があるよ。これはクラスメイトのうち誰か一人が務める代表者が先導して行われる。文字通り、クラスの中から一人を友達ではない人間、と称し、クラスから悪、として排除する、というもので、その徹底された全体主義的な活動は、学校内にとどまるものなら、いわゆるいじめ、に値するものではあるけど、本編の中で、学園に侵入したクマの存在が如実になっていくごとに、その内容は次第に、いわば人狼ゲームで行われるかのような、過剰な犯人探しの様相を呈していくよ。このような排除の儀での決定によって引き起こされる、
仲間内からの排除の被害が、主に透明な嵐、と要約されるよ。もっとも、この嵐が丘学園内で行われる行為に対する固有名詞ではないけどね。ところで、このアニメのキャッチコピーは、その透明な嵐に混じらず、見つけ出すんだ。何を見つけるか？それはこのアニメを見て確かめてくれ。最後に、ユリ、タイトルにも入ってる通り、このアニメはまごうことなきユリアニメだよ。主な舞台である嵐が丘学園は女学校、出てくる先生や生徒は全員女性、そしてそこに侵入するクマや、それとは関係ないクマも出てくるのはメスばかり、徹底して女の子しか出てこないよ。やったね諸君。それと同時に、暗喩として植物のユリも頻繁に画面に出てくるよ。さらに言えば、登場人物たちの中には、名前にユリが入る人物がちらほら、ユリクマ嵐の中では、ユリというものに色々な意味が被さっているので、考えながら見ると楽しいぞ。これ以上は話の突っ込んだネタバレをしなくてはいけないが、これ以外にもバンバン暗喩による直接的表現が出てくるので、ぜひとも頭をひねりながら見進めていただきたい。ちなみにこのアニメ、原作イクニゴマキナコというテロップがあるのだが、一体何国なんだ？物語についてがうぎり話しても良さそうなところまで発散できたので、じゃあキャラについてでも話すか。まあ例によってキャラについても限られたキャラしか語れないんだけどね。まずは主人公から行こう。椿紅葉、れっきとした本作のユリ、担当。あまり他人を寄せ付けないクールビューティーだが、友達兼恋人の住みかには心を開いている、嵐が丘学園に通う女の子だよ。まだ年若いが、母親が幼い頃に熊に殺されたため一人暮らしの生活。そのため、熊という存在を憎み、特技の射撃の腕を磨く訓練に励んでいるよ。どうやらお母さんは絵本作家だったらしく、クレハがモデルになった絵本もある。例によって父親は出ないよ。というか男はマジで出てこないので出ないよ。かつてのお母さんとの写真を、アベマリアのオルゴールに飾って大事にしてるよ。一食いグマの一角、ユリシロ銀行、本作のグマ、担当の一人。嵐が丘学園に転校してきた女の子に化けたクマ。見た目通りのボーイッシュな性格で、必要以上には喋らない傾向がある。女の子に化けてはいるが、語尾がガウガウだったり言葉の中にガウが混じる。気に入った人物の素肌をペロペロするなど、微妙にクマっぽさが抜けていない。当初からクレハに謎の執着を見せており、なんとかお近づきになろうと試行錯誤する。基本的にクールキャラではあるが、言葉に出さないだけで結構派手な妄想をするぞ。一食いグマの一角、ユリが先るる。同じく本作のグマ、担当の一人。銀行にくっついて嵐が丘学園へ転校してきた。女の子らしい無邪気な性格をしており、おしゃべりでちょっと子供っぽい。ルルも同様に、ガウ、が混じるが、ガウグス、ガウトロ、など、一歩進んだ、バリエーションあふれるガウ語録を聞かせてくれるよ。銀行に思いを寄せており、銀行のためなら何だってする。なんなら激しいユリ妄想だってする。何かを思いついた時の口癖は、ルル、賢い。蜂蜜が好物で、何でも料理に入れちゃうぞ。ちなみにウプ主の推しキャラは、嵐が丘学園学園長の箱中ユリイカ先生。超甘やかしたいんですけど。そして今回の作品も、音楽演出が素晴らしい、ユリクマ嵐、では、ことあるごとに愚弄のアベマリアが流れるんだけど、もちろん最後まで見ればバッチリ理解できる、意味のある選曲だよ。それ以外にも、ギャグシーンでのオマージュ BGM など、ガンガン空気感を作っていく、キャラの強い BGM が多いね。サントラには特徴的な声 SE も収録されているので、癖になった人はサントラで堪能ループしようね。そういえば、この、ユリクマ嵐、って作中の中に様々な形で、キリスト教的要素が入ってるんだよね。嵐が丘学園も、
生徒のお別れ会を見てると文言がキリスト教の葬儀に近いし、その時の BGM も、教会には必須のハモンドオルガンによる鎮魂曲、白い百合の花は純潔の象徴、聖母マリアの象徴だし、そもそもアベマリア流れてるし、クマリアっていう単語も、クマ、マリア様の造語だろうし、裁きの時が来た、ガウガウ、あなたは、罪グマであることを認めますか？前作の生原監督作品、回るピングドラム、では、宮沢賢治的世界観だったけど、ユリクマ嵐、では、キリスト教的世界観、すなわち宗教による社会性、規律で機能する人間社会、が主題になっているだろうね。しかしそんな真面目な作品と思いきや、デリシャスメル、ジャマジャマジャマーだわ、ゴージャス、メル、それがセクシー、シャバダブー、特徴的なセリフが多すぎて、ニューロンが焼かれること受け合いである。ちなみにこのアニメ、コミカライズが出てるんだけど、そっちはそっちでアニメとは別の世界観になっているので、その辺を踏まえて楽しもうね。お互い影響し合ってる部分もあるので、無関係ではないよ。あと個人的に、初めてイクニ作品に触れるという人たちに。アニメは星の数あれど、いろいろと数をこなしていくと担当する監督や、シリーズ構成の人々のキャラがだんだんわかってくるようになってくる。この監督は話の風呂敷を畳むのがうまい。この監督こういうの好きだなぁ。ああこのアニメの構成この人かぁ。ちょっと内容覚悟してみよう、などなど、生原監督は、その中でも特段にキャラが強い、我が道を行く、タイプ、作画を動かしまくるへの力だけに頼らずに面白いものを作る、という心情で、完全に独自路線で世界を作り、話を作り、キャラを作る芸術家タイプだよ。もっとも何者の影響も受けずに、というのではなく、今まで受けた影響を、うまいこと人がやらないような形に消化できるって感じかな。庵野監督、辛坊監督に演出面において強い影響を与えた話は有名だね。なので生原監督のアニメは、基本的に出来が良い、悪い、の話ではなく、合う、合わない、の尺度で付き合うアニメというのを忘れなく、ストーリーの出来はむしろ高い監督だし、こと映像表現においては最強の一角、ただ、仕事で疲れたので頭を休めるためにアニメを見ている、という、いわゆるアニメであんまり考えたくない、人々には向かない、場面による背景、物品、キャラの配置で巧みに暗示させるのが、売りのイクニ作品では、考察は切っては切れないものだからね。でも可愛い女の子キャラがしこたま見られるユリクマ嵐は、キャラ目当ての人にも十分勧められるんだけどね。何よりクマのデザインがファッキン可愛いやった。それに基本的に暗示表現が多いがために、イクニ作品は、考察をするにしても、想像できる範囲が他のアニメより広いんだ。多分こうだろう、と思えたことも、いやもっと広く捉えればこうでは、という思考の迷路にどこまでも没頭して深みにはまっていく。直近のアニメで言うなら、それこそ、獣フレンズ、とか、背景、考えずにはいられない。って人なんて間違いなく合うね。やべえ、全くこの作品の評価がわからん。これ本当に面白いのか。つまらないのでは、これ本当に面白いのでは、そんなおっかなびっくり得体の知れない物語を追う楽しみが、絵に騙される、という、また別のアニメならでは、の世界が、イクニ作品にはあるのさ。だから君もおいでよ。ようこそイクニ作品へ。ここは、ユリクマ嵐地方、だよ。わけがわからなくなったら、お気に入りの感想まとめサイトに飛んで、かつての視聴者と一緒に悩ましく楽しもうね。考察する楽しみもまた、アニメで味わえる沼の一つでもあるのだから。それでは初見時の熊ミステリー保持のため、ここらでまとめに入るとしよう。今回の推しポイントオープン。暗喩で角沸かし、感情で翻弄する物語。生原監督独自の、様々な世界観演出。
無限大の考察自由度を有する物語。リアルタイムで見ていた感想はとんでもないものを見てしまった。いやーこれが炎の刻印と同時期にやってたんだからなかなかヤバい年だった。過激なビジュアル面ばかりが目立つアニメですが、その実態は私は好きを諦めないというセリフからもわかるように、愛情という普遍的なテーマをしっかり貫き通した内容になっています。それは炎の刻印での人類愛ではなく、もっと個々人の間で交わされる隣人愛、性愛、友愛、そして無償の愛について。愛情によって生き物は全てを肯定される人生の居場所を見つけ、同時に愛の弾丸によって胸を打ち砕き傷を負わせるもの。愛する気持ちはどうやったら着地できるのでしょうか。そんな万人万国共通の問題を人と熊の物語という幻想的な偶話に仕立てた今作は間違いなく現代の神話と位置づけて良いでしょう。月の形は様々なればこそあなたの胸に聞いてみてください。あなたの月は本物。それではここまでのお相手はゆっくり霊夢でした。また次のアニメ推しで会いましょう。ガウガウ。ガウ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 。